ファビオ・カスティーヨはドミニカ共和国サマナ州サマナ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。2006年にテキサス・レンジャーズと契約。2016年6月20日に、不審により退団したアレッサンドロ・マエストリの代役としてハンファ・イーグルスに入団。7勝を記録したが、11月30日に自由契約となった。2017年。 ロサンゼルスドジャースと契約。6月8日に40人枠入りすると、9月2日にサンディエゴパドレス戦でメジャーリーグ公式戦にデビューした。2017年12月12日、埼玉西武ライオンズと契約。背番号は47。2018年4月4日の福岡ソフトバンクホークス戦にて NPB 初登板。 初先発を果たすと5回まで一人も出塁を許さず、6回、2、3を1失点にまとめ、初勝利を記録した。その後先発として6月まで5勝を挙げる活躍を見せていたが、中継人の故障及び大乱調を受け交流戦中盤から抑えに転向。6月24日の千葉ロッテマリームズ戦で NPB 初セーブを記録した。リリーフ転向後は8試合に登板し、 二勝三セーブ、一ホールドを挙げた。しかし7月20日に、右ひいちの針を訴え出場選手登録を抹消されると、そのまま再登録されることなくシーズンを終えた。オフの11月6日に、右ひいのクリーニング手術を行った。2019年はキャンプからリハビリ組に入ってはいた。ものの、幹部の状態は思わしくないままで、7月の時点でに、 軍での登板も一試合に止まり、一軍の戦力としては難しいと判断されたことにより7月31日にウェーバー工事による事実上の戦力外通告を受け、8月7日に自由契約となった。ありがとうございます。